に行こうかな。出発です。いらっしゃい。あれ、なんかすごい大勢で来たね。ノーブ君から話を聞いたんだ。ピリカさんのお店はちょっと特別だって。なるほど。確かに他の店では見かけないような素材も売っているようですね。まあね、うちは町の人が集めてきたもの以外にも自分たちで取りに行ったものを売ってたりもするからね。ピリカさんは最初に行くの？アレットも一緒にね。売れそうな素材を選んで取ってくるんだよ。ふっふっふ。だけどこのお店のすごいところはそこだけじゃないんだよね。なんとピリカさんは物を増やすことのできる超すごい力を持ってるのだ。物を増やすとは？つまりね。増えたでしょ。これは複製？ソフィーは知ってるんですか、この力がどういうものかを。うん、ホルちゃん、私のお友達なんだけど、これと全く同じことできる子がいるの。でもよくよく見てみるとピリカさんとなんとなく服装とか雰囲気が似てるような。そうなんだ。ってことはそのコルちゃんさんは僕の一族と関係があるのかもしれないね。この複製の力って僕の一族だけが使える特別なものだからね。そっか、コルちゃんにこのこと教えたらきっと喜ぶだろうな。いずれにせよピリカに頼めば道具の補充に困ることはなさそうですね。しかし複製ですか、すこぶる興味深い能力ですね。あ、言っておくけどちゃんとお金はもらうよ。この力も含めて売り物だからね。来たね。今は帰ってきた時に補充してないよ。補充するようにする？オッケー。補充するんだね。どれが欲しいの？早くプラフトを探すためだから。本当に
そのプラフタさんが大切なんですね。うん、大切な家族だよ。わかりました。ならもう止めませんけど、失敗しないように気をつけてくださいね。そうだね、そうならないようにちゃんと考えてみる。何を作っちゃおう。どこに行こうかな。よし、行こう。この大きさならどれくらいの木材が。てやん、バチ当たりだよね。てやん、てやん、みんな、ガキ厳禁だよ。本当にダメだからね。なるべく丸い石がいいですね。角がない方が持ってても痛くありませんし。草原は風が気持ちいいし、お散歩するにはちょうどいいよね。てやっ、よし、頑張っていこう。てやっ、楽勝楽勝。えい、脅威になりませんね。やっ、おまけだよ。ふりゃっ、逃がしません。脅威ではなかったですね。よし、これなら。どこに行こうかな。出発ですね。どこに行こうかな。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。よし、行こう。出発ですね。そういえば、みんなは私みたいに渦に巻き込まれてこっちに来たんじゃないんだよね。はい、そんな野蛮な感じじゃなかったです。私の場合は大樹の前でエルビーラの声を聞き、そこでこの世界のことを聞いてから招待を受けたんです。その後は確か眠りに落ちて、気がついたらエルデビーデにいましたね。私は近所の公園を散歩してた時だったわ。あとはプラフタと同じ感じね。大樹の前じゃなくてもエルデビーゲに来ることができるんですか？ええ、エルデビーゲと元の世界にはつながりの強い場所がいくつもあるの。そこにエルビーラ様が気に入った夢を持つ人が来た時、声をかけられるの。そこで来たいって答えた人だけがこの世界に連れてきてもらえるのよ。そんな感じだったんですか。私も詳しい流れについては初めて知りました。なるほど、つながりの近い特定の場所ですか。目で見えるものじゃないから
探しても見つからないと思うけどね。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。よし、作れるものが増えたみたい。どれにしようかな。どれを入れよう。何を作っちゃおう。どこに向かいますか。私は意外と負けず嫌いだったのかも。うん、負けず嫌いは今のか。習得しました。
しい道具作れるようになりましたよ。新しい道具作れるようになりましたよ。どこに行こうかな。よし、仕事だよ。ここ、あたしのお店なんだ。え、アレットちゃんのお店なの？そう、小さな露店だけど、ここがあたしのお店、調達屋アレットだよ。私、てっきりピリカさんのお店で一緒に働いてるんだと思ってたよ。まあ、ピリカさんも店の一角を貸してくれるとは言ってたんだけどね。けど一緒に暮らしていろいろお世話になってるのにお店の場所まで借りるのはさすがにね。商人名乗ってるんだから商売くらいは自分の力でやらなくっちゃ。えらいんだね、アレットちゃんは。ここは調達屋だから珍しい商品が入荷することもあるんだ。だからたまに覗きに来てくれると嬉しいな。どこに行こうかな。出発です。ですか？ああ、ソフィーちゃん。いやね、ちょっと働きすぎて疲れちゃって。嘘はダメですよ、カティさん。今日は全然仕事してないじゃないですか。カティさん、初めて会った時はすごくしっかりした人に見えたんだけどな。エルビーラ様から任せれる仕事に関してはとても真面目なんですが、こういうことを言うのは心苦しいのですが、ここで暮らす人はカティさんをこう呼んでます。めんどくさがり、やる気なし、経営能力なし、容赦なく言ってしまえばダメ人間というやつですね。ノーム、それは違うわ。私はダメ人間じゃないの。真面目に働いて、私生活を犠牲にするほど働いて、その結果ダメになっちゃった人間なの。つまり真面目人間の終着点が私ってわけ。わかった？つまり普段はこんな感じってことです。なので食事の注文などがある場合は僕に言ってくださいね。どこに行こうかな。よし、行こう。あれ、ピリカさんお昼寝中かな。あれ、ソフィーさんじゃん。いらっしゃい。店主なのに店先でお昼寝してていいの？お客さん来なくなっちゃうよ。ご心配なく。僕はこれくださいって声をかけられたらすぐに目が覚める癖がついてるんだ。つまりお客さんが僕の目覚まし時計ってことだね。お客さんを目覚まし時計にしちゃダメだよ。いつかお客さん来なくなっちゃうよ。大丈夫大丈夫、僕って結構必要とされてる存在だし。
この複製の力ってすごく便利だからさ、みんな頼りに来るんだよね。そんな気軽に使っちゃって大丈夫なの？どんどん背が縮んで戻らなくなっちゃわない？あ、背が縮む？何言ってんのソフィーさん。そんなことあるわけないじゃん。え、そうなの？複製って副作用が出るのが当然かと思ってたけど。そんなことよりさ、ソフィーさん、僕実は錬金術に興味出てきちゃったんだよね。錬金術師になればいろんなものを作って売れるし、作ったものを僕の能力で複製することもできるし、商売繁盛間違いなしだと思わない？興味があるならアトリエにおいでよ。一度試してみるのもいいと思うし。マジで？絶対行くよ。才能開花しちゃったらどうしよっかな。ねえねえ、どこ行く？どこ行く？出発ですね。どこ行く？よいしょ、いい素材が手に入りました。なりそう？はい、もう少しでひらめきそうなんですが、どうやら頭に栄養が必要なようです。確か土芋がまだ残っていたはずなので、ちょっとふかしてくるべきかどうか。土芋好きなんだね。好物までプラフタと同じ。やっぱりこの子は昔のプラフタなのかな。そうか、わかりました。ソフィー、どうにかなりそうです。あ、本当？はい、早速調合してみます。どの道具にしましょうか。材料を選びましょう。取り掛かりましょう。これで予想以上の反応です。このような形、最後まで気を抜かずに調合終了。会心の出来ですね。未熟ですね。こんなにも時間がかかってしまうなんて。何言ってんだよ、大成功じゃねえか。こういう時は喜ばねえと損だぜ。ソフィーのもプラフタのも見た限り完璧だ。ちゃんとできてるみたいだぜ。
よかったね、プラフト。あ、安心しました。少しだけ。けど、俺は錬金術師じゃねえからな。見た感じは大丈夫そうだが、実際はどうなんだか。早速確かめに行こうよ。ラミゼルさんも早く見つけたいし。そうですね。それではすぐに。行くとするか。え、オリアスさんも来てくれるんですか。ああ、お前らのおかげで補充もできたからな。その礼さ。それにソフィーが探してるプラフタってのは大切な家族なんだろ。離れ離れのままじゃ心配だろうしな。礼のついでに手伝ってやるぜ。オリアスさん、嬉しいです。ありがとうございます。よし、出来上がり。やっぱ不思議だよね。全然違うものができるんだもん。そうでもないよ。私も最初の頃はウニを袋に詰めた道具とか簡単なのしか作れなかったし。え、それ手で詰めた方が早くない？けど錬金術にもそれくらい簡単なものがあるってことだよ。じゃあさ、私にも何か手伝えないかな。え、アレトちゃんが？そそ、いつも作ってもらってばっかりじゃ悪いからさ、何か手伝えないかなって。それはいいですね。素人の思いもよらない発想がいい結果を生むこともあります。うん、そうだね。アレトちゃん、お願いしてもいいかな。任せて。まあ何もできなくても素材出しや片付けを手伝ってくれるだけで助かりますし。あー、プラフタひどいよ。道具作れるようになりましたよ。何を作っちゃおう。どれにスプラフター交代。はい、引き受けます。どの材料にしましょう。どの材料にしましょう。材料を選びましょう。何を作っちゃおう。材料にしましょう。どの道具にしましょうか。どこに行こうかな。さあ、行くとしま。そういえばロイテールの天候も自分で変えない限りはいつも晴れなの？まあな、ここはずっと晴れに固定されてるからな。そうなんだ。でも雨より晴れてる方が住みやすくはあるよね。ああ、けど俺様としては
少しは雨が降った方が嬉しいけどな。え？どうして？家庭菜園で野菜を育ててるんだが、当然野菜には水が必要だろ。毎度自分で水やりするの大変なんだぜ。たまには雨に頼って楽してんだよ。俺様の畑だけでも雨を降らせられるようにできればありがたいんだがな。